皆さんこんにちは、こんばんは、シーマです。2023-24シーズンもいよいよスタートしましたね。皆さんはもう初滑りは済みましたか？私は少し遅くなって先日シーズンインをここ湯の丸スキー場で迎えました。その初滑りの様子と今シーズンの計画などもね、簡単にお話できたらなと思います。それでは行ってみましょう。今シーズンの湯の丸スキー場は12月2日土曜日にオープンしました。ゲレンデは第2ゲレンデの1コースだけでしたが、今シーズンも初滑りのゲレンデコンディションは最高でした。少し気温も高くなって雪も緩んで荒れてくるかなというふうに思いましたけれども、そんなことはなくてですね、しっかりとしたバーンコンディションでしたので、カービングターンをしっかりと行うことができました。カービングが好きな人にはもってこいの状態ですね。12月16日17日は雪不足のため営業時間が少し短くなりましたね。確かに16日頃までは非常に暖かい陽気になりましたね。ただここ数日はかなり冷え込みがありますので、今後コースが広がっていくことが期待されますね。たくさんのコースがオープンしてロングランも楽しみたいですよね。今シーズンは湯の丸スキー場をベースに過ごす予定ですが、様々なスキー場にも行ってみたいと思っています。ナイタとかも行ってみたいですね。今シーズン購入したアイテムは松岡手袋の3本指のグローブです。こちらも実際に使った感じのレビューなんかもしていきたいなというふうに思っておりますので、動画をお楽しみにしてください。さあ今シーズンも始まったばっかりです。私はいきなり体調を崩してしまってシーズンインが少し遅くなってしまいました。皆さんも事故や怪我、病気なく2023-24シーズンを乗り越えていきましょう。そして思いっきり楽しんでいきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。